はい、川沢です。今日は東洋さんに来ました。東洋さんは自家製炙りチャーシュー厚切りですねが売りのお店です。で、東洋さんはご飯のおかわりが自由です。で、今回は35枚トッピングをしました。僕が注文したのは辛味噌ラーメンで、で、1杯注文すると炙りチャーシューが1枚追加されるので、で、合計で36枚です。東洋さんの炙りチャーシューはすごい肉厚で脂が甘くて、自家製ダレも美味しいです。東洋さんは麺が特注なため大盛りができません。その代わり野菜の大盛りができます。今回は麺の量は普通ですね。で、その代わり野菜が大盛りです。ご飯一杯目です。この炙りチャーシューとご飯の相性はもう抜群ですね。もうご飯にすんごい合います。
ご飯2杯目です。ご飯3杯目です。ご飯4杯目です。東洋さんの自家製炙りチャーシュー、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんも東洋さんに行かれてみてはいかがでしょう。ものすごくチャーシューが美味しいです。というわけで完食ですね。本日もご視聴ありがとうございました。